あの黒い剣士が現れると、壊れていく。私の見知った世界が音を立てて崩れていく。恐ろしい。あの、ただ闇夜に怯えるだけの子供が、信仰という隠れ蓑が焼け落ちて照らし出される。アルビオに悪霊が押し寄せてくる時もそうだった。おい、ドロドロが迫ってるぜ。死にたくねえやつはそいつを拾え。松明？そっか、あいつら火を避けてる。こんなとこより塔の中に入った方がいいんじゃないのか。縄文ぶち破る相手に籠城なんぞ意味がねえ。それにもうすぐ夜が明ける。ここなら胃の一番に火の光が差す。なぜこんなにも正確に、当然のように生き抜くことを口にできるのだ。なぜこの男の声はこんなにも力強く私に響く。朝までが勝負だ。生き残るぞ。あの時と同じ、まるで悪夢の中にいるようだ。これは本当に現実なのか。ファルネーゼ様、私の後ろに。神よ、祈るな。祈れば手が塞がる。てめえが握ってるそれは何だ。この圧倒的な悪霊の中に立ち退かない、ただ一つ確かなもの。瓦礫の塔、まるで砂の城のように消えた。脆い、あっけないほどに私の寄って立っていたもの、信仰していたものとはこんなにも儚いものだったのか。信仰、いや違う。私はあの幼い日の夜の闇から逃れたい一心で、恐怖を、秩序、威風を振るう側に紛れ身を隠してきたに過ぎない。そして時にはそれは欲望の吐け口でさえあった。私の信仰は汚れていた。しかし私を守るはずの全ての虚飾はあっけなく吹き飛ばされた。圧倒的な未知なる闇の前に、私はまた、いや、おそらくずっとあの夜の中にいたのだ。出立する。生徒に戻られるのですか。私は黒い剣士を追う。私は漱石を捨てる。とうとう私はあの幼い日の闇から逃れることはなかった。そしてついに闇は形を成して私の眼前に現れたのだ。まるで怯え続けるだけの私の運命でもあるかのように、ただ一人闇の中に立つあの黒い剣士に引き連れられて、あの人こそが私の預言者なのかもしれない。もう全部が終わってしまったんだって、なくなってしまったんだって思ってた。でも生きてこうしてまた会えるなんてさ。あのグリフィスなんだよ。どうしてさ。あれはもうお前の知ってるグリフィスなんかじゃねえ。変わらないな。口より先に剣を振る。いや、むしろ
初めて出会った頃のお前のようだ。同じ顔で、同じ笑みで、同じ声で俺を語るんじゃねえ！てめえ、一体ここに何しに来やがった？お前に会いに、あの塔では随分と騒々しかったからな。お前と二人きりで話している暇はなかった。この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団がこうして再び集うには。その名を口にするんじゃねえ！確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何も、お前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに何一つ感じちゃいねえってことか！俺は俺の夢を裏切らない。それだけだ。久しいな、黒い剣士。ゾッと。よくぞ我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。ガッツのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ、人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ？なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ！俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋、おしとり。すさまじい、こんな戦い戦場でだって見たことない。でもあの怒り、あの執念はグリフィスに向けられているの？なぜ？受け流せるような剣圧じゃねえ。同じだ、あの時と。だが戦える。あいつにたどり着くまでの数え切れない夜が俺を叩き上げた。邪魔だ。どうやらクシャーンどもから奪いしこのザンバ島、貴様のそのザンマ島には少々見合わぬようだ。視線、信じられないほどの視線をガッツは超えてきたんだ。黒い剣士、さすがは絶望より這い出し男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。ゾット、間違いない、あれはあの男がノスフェラトゥ・ゾット。
血はいてついたはず。これは俺の器となり溶け合ったあの赤子の思いか。そこまでだ。行くぞ。待て、どこへ行ったはずだ。俺は俺の国を手に入れると何も変わりはしない。変わりはしないだと。あれだけのことをやって何も変わりはしないだと。お前は知っていたはずだ、俺がそうする男だと。
お前だけは。ガッツ、俺にも聞かせてよ、本当のことを。あの日グリフィスやみんなに何があったのか。どんなに辛い話だって俺にも知る権利があるはずだろ。ううん、知らなくちゃならないんだガッツ。本当なの？そんなことって。なんとなく気づいてはいたけど。あー、俺も行くよ。ガッツだけがそんな重荷を背負い込んで、なのに俺何も知らずにこんなところで一人ぬくぬくと。連れて行ってよ、俺だって鷹野。ダメだ、お前にはグリフィスは憎めない。結局どうすんの？まだ復讐の旅続けるの？もうあいつを置いてはいかない。まさかキャスカを連れて復讐の旅を。わかってる、そんなことは無理だ。わかってる。楽園の者が二人あんまり長いこと一箇所にいるとろくなことにならないのは断罪の塔で証明済みだし。他にエルフの住処ってのはこの近くにはねえのか？ある。あったぞ。ちょっと遠いけど多分この世界のどこよりも安全でビューティフォーなパラダイスが。オレンジ。一晩だけでも泊まっていけないの？言ったろ、この楽園がある限り俺たちは狩猟や魔物どもを呼び寄せちまう。そうなればお前にも危害が及ぶ。俺はエリカにだって。けどやっぱり俺だって。かけがえのないものをおっぽり出すな。護道の遺言だろ。元気でね、キャスカお姉ちゃん。しっかり守らなくちゃダメだよ、ガッツ。ユキ、そういや俺が鷹の段を飛び出したのもちょうどこんな雪の中だったな。あいつとやり合ったのも今日みたいな雪の丘だった。今度は俺が置き去りにされたってわけか。置いてきゃしねえさ。もう置き去りにはしねえ。今度は失わない。ファルネーゼ様は変わられた。あの黒い剣士と出会ってから。いいもんですね、大人数で移動するんじゃなくてこういうしんみりしたのも。いかにも旅って感じがしますよ。どこがだ。寒いわ空腹だわろくでもない。それじゃあやっぱり生徒に帰りますか？黒い剣士は諦めて。そのつもりはない。大神院の連中に製鉄騎士団は難民ともども怪物に飲み込まれてしまったと報告しろとでも言うのか？鋼鉄どころか下手をすれば異端審問にかけられるのがオチだ。それにあの屋敷にはもう戻る気はない。ファルネーゼ様と出会ったのもちょうどこんな雪の夜だった。雪倒れていたところを拾われ、その時からファルネーゼ様のものとなったバンディミオン家。その財力は世界屈指。諸国の王家にもその血筋を多く送り込み、絶大な影響力を誇る名門中の名門。しかし親の愛は娘を物で埋め尽くすことで示され、広大な屋敷で文字通りファルネーゼ様は野放しだった。小さな暴君である彼女の
常軌を逸した行動は人を遠ざけた。しかし彼女は怯えていた。広大な牢獄に放置されて。石泥どうなったかな。死んでなきゃいいけど。目つきの悪さと強情なとこ、なんとなくガッツに似てたな。ふざけろ。俺に用事があるとは思えんが。付き合ってる暇はねえんだよ。you
しならば守りきれたようだな。あ、ガッツの分まで全部食べちゃったよ。まずい。いいよ。でもちゃんと食べとかないと体持たないぞ。ただでさえ毎日日暮れから夜明けまで剣振りっぱなしなんだから。実際思ったよりきついもんだ。人一人かばいながら剣を振り続けるってのは。だがそれ以上にきついのは、見る影もないお前があの日々を去来させる。全て砕け散ったのだと突きつけ続けること。パック、お前の故郷ってのはどんなとこなんだ？そりゃもういいとこだぞ、エルフヘルム。そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる。年中無休、トコハルのエルフィンパラダイス。おう、うるわしの我がふるさとよ。そんな夢みたいなところなら、なんでお前国を出たんだよ。飽きちゃった。まさかこいつに頼ることになるとはな。今はどんなか細い望みにもすがるしかない。寝るの、夢を見るの、あいつの夢を。ねえ、どうして、なぜあいつを追わないの？やっと会えたんじゃない？もう少しじゃない？行こうよ、あいつのところへ。撤回をくれてやろうよ。この女がいるから
放っておこうよ。そんなに大切なの？グリフィスよりも。もうこの女はお前の知っている戦士なんかじゃない。ただの残骸、別人さ。それなのに大切なの？思い続けることができるの？この女を今も、こんな女のみで。グリフィスが残した傷口だから、グリフィスの残した痛みを感じ続けていたいから大切なんじゃないの？この女はグリフィスを焦がれ続けるための生贄さ。消えろ。生贄ならもっといい使い道がある。ズタズタにしてしまえば、もっともっと深く深くグリフィスとつながる。お前は望んでいる。やめろ！そんなはずあるかよ。そんなはず。守るべき存在は重く、眠れぬ夜は一層心を蝕んだ。大変だ！やばいよガッツ！起きろ！ちょっと眠り込んだ隙にキャスカが逃げちゃったんだ。急がないと日が落ちる。手分けして探そう。キャスカ！なんで寝ちまったんだ。しょうがないよガッツ、何日も寝てなかったじゃん。あれ、おうおう、食いもん出しやがれ。おい、女はどこだ。覚悟はしていた。烙印の者二人の旅路が半端なはずはないと。身一つで挑む戦とは勝手が違う。誰かを守るための戦い。じゃねえか。あれはいつだった。最後にあいつが笑ったのは、ヒーローが俺を蝕む、守ることに
ギリギリで優しく接するゆとりが消えていく。甘かった。断罪の塔へ向かった時は生きてさえいればただそれだけを願った。甘すぎた。手にしただけでゴールが熱を置き去りにした年月が拭えるはずがない。置き去りにした時間だけ俺はあいつから離れちまった。俺の自分自身への不信が拍車をかける。投げ出さないと。傍らにいると誓った。だが遠くなる。俺はきっと神様のお恵みだぜ。しがねえ盗賊家業の俺たちへのよ。まそういうことにしとくか。神様感謝しますってくれ。ならあっちで お頭がキャスカ。キャスカ。でお客様をお連れしました。いや、お前ら探したぜ。あれからずっと血眼になって俺から逃げようったってそうはいかねえ。さあ約束だ、貸しを返してもらおうか。教えられてやろうじゃねえか。あんたの剣の奥義、非奥義余すところなく。ではお前が正式にエルフ次元流門下に加わることを認めよう。でお前らは何なんだ。まだ俺をとっ捕まえるつもりか。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。こら、お前もひざまずかないか。何の真似だ。怪しいぜ、急に手のひら返したみてえによ。きっと好き見て踏んじばるつもりだぜ。なんて言ったってそいつらは法王朝の。私はすでに還俗した身、漱石は捨てました。私は知りたいのです、私のすがった秩序を超えた真実を。そして学びたいのです、秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を。どうかお導きください。小難しいこと言って煙に巻こうとってそうはいかねえぞ。それじゃおめえらがキャスカの姉ちゃんにやったことの落とし前はどうつけんだよ。火あぶりになるとこだったんだぞ。筋を通しやがれ。さ、土下座の一発でもしてもらおうかい。できんのか、プライドの高いお貴族様に。言う、今はこれぐらいしか。お詫びはいずれ必ず。坊さんだの貴族だのってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。それに落とし前も詫びもいらねえよ。
俺もあんたらのお仲間を切ってる。お互い様だ。けど導くってのは勘弁だ。俺の柄じゃねえ。何が知りたいのかわからねえが、勝手にやってくれ。邪魔にならない限り俺は口出ししねえ。感謝を。そいつはまだ早えよ。明日の朝にはあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。なんか変だ。あのガッツがこんなにあっさり他人を受け入れるなんて。俺一人なら、いつもの俺なら一も二もなく拒絶しているところだ。正直今度ばかりは参ったぜ。この俺が初めて赤の他人に期待している。自分のまがまがしさに戦慄している。己の無力に打ちのめされる。くそ、どうすりゃあのガッツから一本取れるんだ。そいつは難しいな。今のお前の腕じゃ、おまけに相手はほとんど怪獣。いっそ石でも投げてみたら。剣じゃねえと意味ねえの。石の腕前なら実際大したもんだけどな。まともにやり合っちゃ体格で大人にかなうわけねえからな。端っこさとこいつで俺は生き延びてきたのや。とざっくり丸のサビにしてくれるわ。すみません、私には切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。そこで死ねるかよ。援護いける。
蹴りをつけておかねばならないようです。俺の全部でやり遂げるのみ。教えてくれよ、じいさん。海に出るならどっちに行きゃいい？ああ、それならこの旧街道で峠を越えるといい。あんたらブリタニス港に向かうつもりけ？だったら気をつけた方がええぞ。ブリタニスがどうかしたのか？あそこは今諸国連合軍の鎮守府になっとる。法王朝強権の国々から続々と軍隊が集まっとるって話じゃ。いよいよクシャーン相手の大戦が追っ始まるらしい。国王が崩御した上、一粒種の王女まで行く方知らずじゃ。ミッドランドは事実上王位不在。連合国軍がクシャーンを追っ払っても、今度はそいつらに国土をいいように切り取られちまう。下手すりゃ国そのものが消えちまうかもな。消える？ミッドランドが？お前さん、ミッドランド人かい？そりゃ気の毒にの。いや、少し餌を借りてただけだ。昔のことさ。いや、そうそう、忘れとった。その道を行くのなら気をつけなされ。特に峠のあたりはの。なんだよじいさん、山賊でも出るってのか？だったらまだええがの。出るには出るが人間じゃねえ。トロールだよ。やっぱダメか。そうでもねえ、なかなかいい線いってたぜ今のは。なあ、本当にいいのかこれで。何が？普通修行っていや、長い時間かけて基本を繰り返したり技を伝授したりするもんじゃねえのか？基礎なら毎日やってんじゃねえか。第一、お前が俺の真似したところで始まんねえだろ。それともお前、何十年も修行して達人にでもなるのを待ってから戦場に出るつもりか？気の長え話だな。そんなつもりはねえ。戦場ってのはお上品な御前試合とは違う。剣の腕だけで生き残れるってもんじゃねえ。逆に半端な達人は名を上げたい連中にたかられて落ちることも少なくねえんだ。じゃあどうすりゃ？内地へ絞って考えろ自分で。お前そうやってきたんだろうが今まで。夜は火を絶やすな。奴らは火に弱い。あいつらって一体何なんだ？いくらやっても湧いてくるぜ。怨念だよ、恨みを残して死んでいった人たちの。だからキリがないし、どこに行っても出てくるんだ。で、また負けた。
強くなる方法を教えてくれよ。内地へ絞って考えろ、自分で。お前、そうやってきたんだろうが、今まで。冷たいよな。その点エルフ次元流は手取り足取りマンツーマンで。お優しいことですね。もしよろしければ薪拾いに付き合ってもらえませんか。とっとと始めようぜ。何のことです？とぼけんじゃねえ。俺と決着つけるつもりで二人きりになったんだろう。何言ってんですか。私はガッツさんと親睦を深めようと思っただけですよ。血の気の多い人だな、もう。なあ、すっとぼけたこと。その気がねえなら俺は行くぜ。ぶっちゃけた話、私はあなたには死んでいただきたいと思っています。やっとあの時の面に戻ったな。あなたと行動を共にすることでファルネーゼ様の身も危険にさらされます。できることならばこんな無謀な旅は今すぐにでもやめさせたいところです。ですが、これはファルネーゼ様自身が望まれたこと。あの泣き晴らした後の幼子のような表情、およそファルネーゼ様らしくない。私はあんな無防備な彼女を知りません。あなたが変えてしまった。とまあ、個人的な感情はさておき、ファルネーゼ様が旅を続けられる以上は私もあなたとうまくやっていこうと思っています。ですが、もしもこの旅でファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時はお望み通り一個人としてお相手させていただきます。気苦労の多いこったぜ。こいつら人間じゃないぞ。ドロール一色あり。ファルネーゼ様、急げ、奴らが危ねえ。あらあら、死ぬわね、あれは。このままだとねえ、どうするの。なんだよこいつ、見た目のしょぼさと全然違うじゃんか。危険です、静かに。ここに結界を張ります。誰だお前。魔法だ、魔法の儀式だ。魔法、それじゃまさか魔女。おい、大丈夫か。うん、なんとか。あの子が魔法で、ってあれ、いない。何言ってんだ、ここは危険だ、抜けるぞ。
トロールに魔女ですか。幽霊や化け物の類に比べると少々メルヘンチックですね。そういやそうだね。いや、どの口で言う。トロールに魔女、まさか死とか。なんだここ、すげえ。マジでおとき話だぜ。なんだろうこの懐かしい感じ。石像が動いた。なんだこの間抜け面。これゴーレムって言って、お手伝いとか家の番人とかする魔女の召使いの泥人形だ。資料、使徒の手先、いや何かが違う。皆さんどうぞこちらへ。お師匠様がお会いになられるそうです。ようこそ霊樹の館へ。弟子の非礼をお許しください。何分我が身を案じてのこと。私が当館の主、フローラと申します。これが魔女？ほら魔女っていや、てっきりとんがり花でしわくちゃの妖怪みたいなのかと思ってたぜ。お嬢さん、そんなに怯えなくてもいいわ。あなたが奪った命の中に私の腹からはいません。もしいたとしても、それはあなた方の神に仕える者たちすべての罪。あなた一人に報いを求めるつもりはありませんよ。そして楽院のお二人、お会いでき嬉しいわ。私は
あなたたちをお待ちしていました。待っていた？あんた俺たちのことを知っているのか？楽園を知っている。まさか死と。いや、しかしこの感じはかすかにうずくが、これは何か違う。ばあさん、あんた一体なぜ楽園のことを知っている？お告げがあったの、隔離用の友人から。小さき羽に導かれし楽園の者たちがこの森を訪れる。かの者たちに力を貸してほしいと。力を貸せ、一体誰が？その前に一つお願いできないかしら。力を借りるのはこちらの方であべこべだけど、トロールが人里を襲っています。あれは本来隔離世のもの、人の目に触れることすら滅多にあるはずがないのです。あの化け物とも倒してこいって？自分でやっつければいいじゃん、魔女なんだろ。この身には時間もここを離れる力も残されていないのです。死期が迫っています。今は静かにその時を待つだけ。代わりにシール家を生かせましょう。皆さん、どうか我が弟子にお力添え願えませんか？もちろん無償でお願いするつもりはありません。その楽園の呪力を弱める呉服をこしらえましょう。引き寄せられる悪霊を減らし、少なくともあなた方自身が取り憑かれることは防げるはず。防げる？あれを？その話乗ったぜ。商談成立ね。お師匠様。皆さんにご挨拶なさい、シール家。皆さんよろしくお願いします。あんた、こいつを知ってるか？ええ、知っています。魔道を極めんと志す者ならば誰でも。ベヘリット、隔離世の真相と宇津世を結ぶ鍵、五人の御使いを召喚するための呪物。さすがは魔女、話が早い。教えてくれ、こいつを使って奴らを呼び出す方法を。その楽園、彼らが刻んだものね。復讐ですか？あの娘を守るためにあなたたちはエルフヘルムを目指している。そうね。何でもお見通しか。矛盾ね。その憎悪が今日まであなたの両の足を支えてきたのでしょう。憎しみなくしてあなたの性はありえない。でもその豪華があなたにとってかけがえのないものまで焼き尽くそうとしている。これはあなたの考えているような、何か方法を見つければ使いこなせるといった類のものではないのです。ベヘリットとは人間の運命をも司る高位の霊体、あるいはそれ以上の存在が宇津世に使わしたものです。しかるべき時、しかるべき者の手にある。彼らの力を渇望する時にあり、そうでなければ意志にかかわらず離れていくでしょう。たとえこれがあなたにとって復讐の道しるべなのだとしても、願わくはその手を離れていくことを祈っています。ま、俺だって今すぐこいつをどうこうするつもりはねえさ。そういや、俺がこの森を通るってあんたに。ああ、ちょっとちょっと、俺のベッジ勝手に持ち出さないでくれる？お前のか？そう、だって面倒見てんの俺じゃん。知らないだろ、ベッジの好物とかチーズだぞ。もう一つ、ゴッドハンド。
奴らは一体何者なんだ。それは大いなる謎の一つ。分かってることは、彼らがかつては人間であったこと。そして転生した彼らが隔離世の遥か深淵に潜む何者かの意志の執行者であるということ。おそらくその領域には人は人として幽体という自我をまとって到達することはかなわないでしょう。よしっと出来上がりです。1日2日の間は楽園が悪霊を引き寄せることはないはずです。期待してるぞ。そちらの準備はできましたか？ピリピリするなこれ。何です、この軟膏は？魔女の軟膏といって、五感を鈍らせることによって幽体をより知覚しやすくするためのものです。これから皆さんにお渡しするのは魔法の呪物、精霊の加護を授かった魔法の道具です。よく目を凝らしてください。おや、何かぼんやりしたものが。そう、これがエレメンタルです。宇宙の固体、液体、エネルギー、気体という4つの状態はすべて隔離世における地、水、火、風で象徴されるエレメンタルたちの働きに共鳴したものなのです。サラマンデルは暴れん坊です。危ないからやたらに振り回さないでください。こいつはイカっすぜ。